斉藤実のる、斎藤実のる、斎藤誠、旧字体、斉藤実のる、1858年12月2日、安政5年10月27日から1936年、昭和11年2月26日は、日本の海軍軍人、政治家。階級は、海軍大将。位階は、十一位。訓当は、大空2位。高級は、高二級。爵位は四尺、四者。 出生時の名前は、富五郎と言ったが、海軍兵学校卒業後に改名した。号は、光水。第一次西音寺、第二次葛羅、第二次西音寺、第三次葛羅、第一次、山本の五内閣で、海軍大臣を務めた後、シーメン装飾事件により、大臣を隕石辞任した。その後、ジュネーブ海軍軍縮会議の主席全権を務め、 朝鮮総督を2期務めている間に死者を受釈。犬貝武史首相が海軍将校らによって殺害された5.15事件の後の第30代内閣総理大臣として陸軍関東軍による前年からの満州事変など混迷した政局に対処し満州国を認めなかった国際連盟を脱退しながらも2年1ヶ月という当時としては長い政権を保ったが 定人事件での政府批判の高まりにより、内閣総辞職した。その後内大臣となって宮中に回ったが、直後に2.26事件で暗殺された。仙台藩水沢城下、現在の岩手県欧州市水沢に、当地を地方事業により収めていた水沢立市に仕える、藩士、斉藤軍旗、公平公伊佐を残して1858年、安政五年に生まれた。 陽明は富五郎。四尺斎藤実伝によれば、斎藤氏の子祖とされる五木宮と、藤原信用の五世今後の武田四郎より元の子孫一族から鎌倉幕府の武行人が多く出ている。斎藤又四郎基長が、鎌倉陥落の後に、欧州へ赴き留守氏、後の水卓が手氏の配下となり、留守氏の居城であった岩切城がある。宮城郡、岩切雄、元。 宮城県仙台市宮城の区岩切に居住したのが初祖、取れている。1873年、明治6年10月27日に海軍兵学寮、後の海軍兵学校に入学。1879年、明治12年に卒業した六期。同期に山内万次治,治、坂本俊厚氏がいて、海軍の三秀祭と呼ばれた。1884年、 明治17年9月19日から1888年、明治21年10月26日まで、アメリカ留学権中米公使官付駐在部官を務めた。1888年、明治24年に帰国し、海軍参謀本部員、秋津島、五福島官庁を歴任した。1896年、明治29年11月6日に、戦艦、 富士海港委員に任じられ、艦は、スエズ運河を通行して1897年10月31日に、横須賀に到着した。1898年、明治31年11月10日に第一次、大熊内閣の山本権兵海軍大臣の推挙により、海軍次官に就任、関政本部長を経て1906年に第一次、西園寺内閣で、海軍大臣を拝命し、 第一次、山本内閣まで8年間務めた。1912年、大正元年、海軍大将。1914年、大正3年、シーメンス事件により、海軍大臣を辞任し、予備役に返入された。1919年、大正8年、武断政治が批判された、陸軍大将、長谷川義道に代わって、現役海軍大将に服して、 第三大朝鮮総督に就任、文化政治を推し進めた。同年9月2日に、朝鮮の南大門駅、元ソール駅において、独立運動派テロリストの強さ会系に爆弾を投げつけられる暗殺未遂事件に遭遇している。ジュネーブ海軍軍縮会議全権委員、数密顧問館への就任を経て1929年、昭和4年に、 朝鮮総督に再任され1931年、昭和6年まで務めた。1931年、昭和6年9月満州事変が勃発し、翌1932年、昭和7年5月15日、犬飼武首相が海軍若手将校らにより暗殺された5.15事件。当初、犬飼首相の後任は、 同立憲政友会の次期総裁から選出されるものと目されており、政友会右派の森津と村が、司法官僚の平沼家一郎を次期総裁に担ぐ動きもあったが、結果的に鈴木喜三郎、鳩山一郎の議定が次期総裁に選出された。元老、西園寺金持も当初は、政党内閣継続のため、鈴木を次期首相に推薦する意向であり、 陸将の荒木佐夫も19日に鈴木と会見し、鈴木内閣発足に反対しないと発言したと報じられた。だが、翌20日、陸軍の詳細将校がこれに反発し、声優会単独内閣成立に強く反対していることが報じられ、不穏な情勢となった。21日、西恩寺は、重心や厳水の意見を聞いた上で、鈴木ではなく、 海軍恩恵派の長老である、斉藤実を推薦することにした。斉藤は英語に堪能で、条約派に属する、国際派の海軍軍人であり、粘り強い性格、強靭な体力、本音を明かさぬ慎重さが評価されていたという。同26日、第30代内閣総理大臣に就任、同年7月6日まで外務大臣兼任。詳細は5.15事件を参照。 斉藤内閣は立憲政友会と立憲民政党の双方から大臣を迎えた挙国一致内閣、連立内閣であり、増唱に留任した高橋レ紀オのもと、積極財政を継続。翌1933年、昭和八年には他の主要国に先駆けて、昭和強行前の経済水準に回復し、強行に苦しむ農村の救済に一定の業績を上げ、 国内の安定に努めた。軍部の方針とも大きく対立はせず、1932年、昭和7年9月15日、日満議定書を締結し満州国を承認。その後国際連盟総会にて、日本側の主張が却下されると、1933年、昭和8年3月27日、国際連盟脱退を日本政府として表明した。 しかし一部軍人からは元来リベラル派である斎藤への反感や陸軍予算折衝で荒木陸省を出し抜いた高橋蔵将への反発ながら閣僚のスキャンダルはばきが行われた。そして1934年昭和9年定人事件が勃発。鈴木商店倒産に伴い台湾銀行の担保とされた同志会社帝国人造剣士。 定人株式22万株をめぐり、在界グループ、番長会が買い戻しの依頼を受け、その後の定人増資で株価利益を上げた問題で、定人社長、高木直道や番長会の長野守、台湾銀行東取、島田茂、黒田大蔵次官など16名が起訴された。斉藤内閣は、後期上の責任を理由に、同年7月8日総辞職した。同事件は、 265回にわたる公判の結果、1937年、昭和12年10月全員が無罪判決を得るという異例の経過をたどったことから、検察内の平沼木一郎派、陸軍将校、立憲政友会宇原が当確のために仕組んだ陰謀であったと見られている。その後内大臣に就任した斉藤は、天皇をたぶらかす重心ブロックとして、中堅。 青年将校から目の敵にされ、2.26、事件において、斉藤は殺害された。2月26日未明に、酒井正忠中尉、高橋太郎将尉、安田優将尉に引きられた150名の兵士が銃器、4、軽器、8、小銃、ピストルなどを持ち斉藤邸を二手に分かれて襲撃した。実質にいた斉藤は、無抵抗で虐殺された。 斎藤の遺体には47箇所の断根、数十の刀傷が残されていた。春子夫人は銃撃された際に、斎藤の体に覆いかぶさり、私も撃ちなさい。と叫び、斎藤の死を確認しようとする兵士の銃剣で負傷した。春子夫人は、その後、長寿を全うし、1971年に98歳で、逝去したが、最晩年に至るまで、 事件のことを鮮明に記憶し語っていたという。斎藤実のるの養子である斎藤ひ氏の妻の弟であった作家の有馬、頼近は事件当日に林家の義兄邸に宿泊していた。春子から話を聞いた有馬によると、兵士らはベッドの上にあぐらをかいていた斎藤に、軽機関銃を発射し、ベッドから転げ落ちた死体に、さらに銃撃した。 去年79、信任していた重臣らを殺害された昭和天皇は激怒し、反乱軍の鎮圧を命じた。2.26事件の数日前、警視庁が斉藤に、陸軍の一部に不穏な動きがあるので、指定に変えられないようにするか、指定の警備を大幅に強化したらいかがでしょうと言ってきた。点二六事件は、基本的には秘密裏に行われた計画だったが、それでも、 情報のいくらかは漏れており、警察は陸軍青年将校の一部が近々何かの行動を起こすかもしれないと予想し、彼らの標的の筆頭格である斉藤に注意したのである。しかし斉藤は気にすることはない。自分は別に殺されたって構わんよ。殺されたっていいじゃないかと落ち着いて答えたという。2.26事件の前夜、斉藤は 地日派のジョセフグルー中日大使の招きで、アメリカ大使公邸で夕食をとった後、邸内でアメリカ映画、浮かれ姫君を鑑賞した。当初は駐座して別荘に行く予定だったが、気心知れたグルーとの夕べに会話が弾み、結局最後まで映画を見て夜遅く来て、別荘行きは翌日にした。もし斎藤が予定通りに東京を後にしていたら、 事件の難を逃れることもできていたかもしれなかった。斎藤は小山崎斎藤墓地に埋葬された。昭和天皇は斎藤の葬儀に異例のお悔やみの言葉を使わしている。生前の書簡、執務資料などは岩手県欧州市水沢の斎藤実記念館と東京都千代田区長田町の国立国会図書館に分散して保存されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。